いつもご視聴ありがとうございます。こんにちは、ルチカール店長です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、今ね、大人の方が持っておくべきパンツ3型という内容でお届けしたいと思います。パンツってたくさんのブランド数あります。そしていろんなシルエットがあります。素材もいっぱいあります。ご自身でいろいろ履き比べて一番いいものを見つけていただくのが一番いいんですが、なかなかね、現実的にそこまですることは難しいと思います。なので、2022年の5月現在でどんなパンツが売れているのか、そして僕個人的にもこれはいいよって自信を持っておすすめできるアイテムとはどういったものか、今回はご紹介したいなと思います。でね、共通して言えることが、まず細身であること。はい、今ねタック入りとかワイドパンツとかもいっぱい出てきてるんですが、我々世代の男性にとって細身のスタイルの方がやっぱり綺麗に見えるということで、ノータックの細身であること、そして汎用性が高い、休日のちょっと綺麗めのカジュアルにも対応できて、そしてジャケットを着てお仕事にそのまま行けるよっていう、幅広くいろんなものに合わせがいいもの、そしてイタリアパンツなのでね、やっぱりそこは足長美脚効果、重要なところだと思います。美しいシルエットで足が長く見える、そんなパンツですね。そして今はね、楽チンであること、ストレッチ性は必ずあって、そしてケアも楽であること、ご家庭で洗濯できてとか、シワになりにくかったりとか、そういうことも重要かなと思います。そういった点を総合して3つ絞ってみました。まず1本目、ジャブスアルキビオのマサッチョです。ウエストゴム入って、ベルトループもついて、紐が表からと裏からとどちらでも結べるタイプの紐がついていて、フロントにセンタークリースがステッチ止めされている、もうおなじみですね。僕もこの動画で何回ご紹介したか分かりませんが、ジャブスアルキビオのマサッチョというモデルです。そのマサッチョというモデルの中でも1本選ぶとするならばジャージです。これは今春夏なのでスタンダードサマージャージと言われるものですが、この伸びですね、めちゃくちゃ伸びるのですごく楽なので、マサッチョモデルをまず1本っていうんであれば、間違いなくこのスタンダードジャージ、色もやっぱりマサッチョもグレーかなと、非常に美しいシルエット、そして汎用性の高さ、カジュアルでもスニーカー合わせでもいけるし、ジャケット合わせも大丈夫、しかもご家庭で洗濯もできます。今ね、イタリアのパンツブランドの中では1番じゃないかなっていうぐらい売れてますし、僕もおすすめしたい一品です。そして2つ目、はい、PT トリノのトラベルライン、テクノウールを使用したノープリーツのスーパースリムフィットのスラックスです。グレーご用意したかったんですけども、今日ご紹介する3本が全部グレーだとね、ちょっと後からするコーディネートがつまらないなってことになるので、あえてちょっと色を変えてきました。ベージュなんですが、グレーパンツと同じように使えるよということでこの色を選びました。リピーターの方も本当に多いです。このストレッチです。ご家庭で洗濯できてすごいストレッチ、夏用のトロピカルウール、もうサラサラでね、肌触り抜群です。やっぱね、普通に綿パン履くより涼しいし気持ちいいんですよね。はい、全然シワにならないです。ここもいいです。でね、本当に綺麗です。実際に足長く見えるのでリピーターの方が多いんだと思います。続いて3本目です。インコテックスのカジュアルラインですね。インコテックススラックスの中の100型。はい、もうこれもおなじみですね、名品と言われているパンツです。とにかくシルエットが綺麗です。で、製品洗いしているので色によってはね、結構当たりが出てたりするんですが、これは意外と履くと綺麗です。商品手に取ってちょっと加工しすぎじゃないかなって思われる方多いかと思いますが、これはね、実際履くと本当に美しいシルエットなのでおすすめです。そして100型はどのモデルも必ずストレッチ効いてます。これはリネン生地なんですがストレッチです。今ね、コットンのストレッチのタイプとサテンジャージーと、そしてこのリネンと3型あります。今回はリネンをご用意しています。シルエット同じなので参考になるかなと思いますね。で、こちらのパンツももちろんご家庭で洗濯できますし、綿パンですがジャケットとの相性も非常にいいというところです。店頭でお客さんとお話してて一番評価も高くて、どれも自分自身も使ってるアイテムなんですが、本当にね、汎用性が高くて、で履き心地も良くて足も長く見える、そういったアイテムです。今からね、ちょっとイタリアもののパンツ挑戦してみようかなとか、今までのカジュアルスタイルから少し綺麗めに寄せていきたいなと思っていらっしゃる方々、まず1本試すならこの3モデルの中から選んでいただければいいんじゃないかなと思います。いつものようにこの3アイテムを使ってコーディネートをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まずは PT トリノのトラベルラインのテクノウールです。この細さですね、足長効果も得られるんじゃないかなというスーパースリムフィットというシルエットです。もちろんストレッチはしっかり効いてますし、肌触りはめちゃくちゃいいですね。
これは何年も続けてますが、 PT トリノのウール系のパンツはね、ダントツの人気だと思います。はい、こういうベージュカラーね、夏本当に上品で清涼感もあってね、いいんじゃないかなと思います。グレーはすでにお持ちだよっていう方、同じように扱えるので、こういった明るめのねベージュなんか持っておくのもいいかなというところです。上はギロバのボタンダウンのシャツです。ギロバのボタンダウンでね、ここのロールが非常に綺麗で、襟立ちも良くてね、評判いいです。はい、ちょっとこれ動画では分かりにくいかもしれませんが、この素材ね、メッシュなんですよ。コットン100ですが、メッシュなので伸縮性も感じられます。夏にね、こうやってウールパンツにシャツイチっていうスタイルはよくするんで、1枚で様になるシャツ、本当にね使えると思います。メッシュなので涼しいし、そしてちょっと伸びるので楽、そしてこういったねボタンダウン、いかにもイタリアらしいね、ちょっと色気のある襟なのでおすすめです。はい、ジャケット着てみたいと思います。はい、シーズン的に、そして時代的にということで、ちょっと軽めのねシャツジャケット羽織ってみました。こちらはラルディーニの定番のねシャツジャケットです。いろんな素材で泳いがあります。今回はこれリネン 100% の、インディゴですね。ウールパンツもリネンの軽めのシャツジャケットを着ていただくと、ちょっとねドレスダウンして着られるので、シャツ白にしていただくとまた全然イメージが変わりますし、お仕事にも行けるし、休日スタイルにも使えるんじゃないかなというところですね。はい、もうちょっとねカジュアルな、パーカーとか着てみますね。はい、フィリッポ・デ・ローレンティスというニットブランドのハイゲージニットのウールパーカーです。最近夏にねウール素材を使う、防臭効果があったり、熱を逃がしてくれたり、ちょっと今ウールに注目が集まっています。はい、いろんなニットブランドがねウール素材をね積極的に取り入れているので、ウールで1枚持っておくと、こんなのも秋に使えますし、非常に使い勝手いいかなと思います。大人っぽく着られるパーカー1枚あると便利かなと思います。はい、続きましてはジャブスアルキビオですね。マサッチョモデルのジャージです。めちゃくちゃ伸びる、そしてね肌触り抜群にいいんですよね。履いてる本人はね、もうほんとスウェットパンツ履いてるような感覚なんですが、見た目がやっぱり綺麗です。これをね街に履いていって、あの人スウェットパンツ履いてるなっていうふうには分からないと思います。綺麗なスラックスに見えて非常に楽だと。もうね本当に爆発的な人気なので、これはねグレーのジャージ1本持っておいてもいいかなというところです。はい、そして今回はね、黒のスニーカー履いてみました。こういったね黒のスニーカーってね、ソールとかは白にした方がねちょっと清涼感も出て使いやすいかなと思います。トップスはおなじみですね、グランサッソの12ゲージのソフトコットンを使用したミッド T シャツです。本当にね気持ちいいし、そして品よく見える、完全にリブとかそういうのがない T シャツ型なんでね、大人の方がニット T 着るといいよっていうのの代表格です。本当にねめちゃくちゃ好評です。男っぽくてね渋くまとまるので、黒の半袖1枚持っておくと買えますね。僕が結構夏場使うのはリネンの黒のシャツとか、リネンの黒のパンツとか、夏場ねちょっと重く見えがちな黒も、まあ、アイテムだったり素材を考えると意外と使っていただけるかなと思います。はい、じゃあねこの状態でジャケット着てみますね。はい、ジャブスアルキビオのパンツにスニーカーを履いてジャケットです。ジャブスのマサッチョはジャケットにも本当に相性がいいです。こうやって特にニットティーとジャブスって合わせる場合に軽くジャケットを合わせる、こんなのがね今時のスタイルかなと思います。はい、ではもうちょっとねカジュアルなアイテムを着てみますね。はい、羽織物としてニットのカーデだったりニットジャケット、シャツジャケットみたいなものももちろん人気なんですが、今カジュアル化が進んでいる中でシャツを羽織物として使うっていう流れはね出てきてます。それを普通のシャツ襟じゃなくてこういったバンドカラーでこなしてあげると、なんとなく今っぽい感じで着られると思います。こういった着方でもジャブスのパンツ本当に使えると思いますね。はい、パーカーも着てみます。はい、パーカー着てみました。いかがですかね、スウェット素材とかじゃなくてこういうウールのハイゲージ、上質な感じで着ていただく、そして T シャツも普通の T シャツじゃなくてニットを選ぶっていうことで、かなりね大人っぽく上品で、そして高見えするコーデができるんじゃないかなと思います。はい、こういったパーカーちょっとね夏に半袖の上に羽織るにはね本当にいいと思います。はい、インコテックススラックスの100型です。 PT とかジャブスのパンツと比較してもやっぱり同じようにねスリムですね。夏はねこんな清涼感あるパンツ履いていきたいなというところですね。本当にストレッチもしっかり効いてて、でかなり洗い込んでるんですが綺麗めな見た目が保ててます。はい、そしてトップスですね。
こちらもね、定番ですね。クルチアーニ、もう毎年大人気です。カノコのポロシャツ、何がいいかっていうとね、このやっぱフィッティング、丈感、そして襟、セミワイドの結構高めの襟なのでバランスがいいですね。ポロシャツにジャケットを着られる方多いと思います。こんな方にね、本当にバランスが良くて評判です。でやっぱり夏場はね、カノコのポロシャツ結構活躍すると思うのでおすすめです。はい、こちらもね、同じようにジャケットを着てみたいと思います。はい、ジャケットを着る方はこうやって襟がね、ある程度立ち上がって見えるようなポロシャツを選んでいただく方が使い勝手はいいかなと思います。そしてやっぱりイタリアのね、パンツブランドはどれもね、共通して言えることはジャケットにも合う、そこですね。重要なのはジャケット着るシーンも大人の方はゼロではないと思うので、そういった時のためにやっぱジャケットにも合わせが良くてカジュアルにも合わせやすい、そういったね、汎用性は非常に重要な点です。はい、ではね、これもね、パーカー着てみたいと思います。はい、いかがですかね。襟付きのものに対してこういったパーカーどうなのかなって思われる方も多いかなと思うんですが、こうやってね、前開きのものは関係なく着ていただけると思います。中が T シャツであってもシャツであっても使い勝手いいかなというところですね。はい、やっぱりね、カジュアル系のアイテムにも相性が良くてジャケットにも使えると、そういったパンツがね、人気になるんだと思います。はい、というわけで今回は今大人が選ぶべきパンツ3型ご紹介しました。はい、どれもこれもね、本当に使いやすくて汎用性が高い、今手持ちのものと相性もいいですし、カジュアルでもジャケットスタイルでも使っていただけます。そして履き心地もケアも楽、ここは非常に重要なポイントです。まだ試したことないよっていう方、一度挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、本日も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。